生に挫折した27歳貝崎新太。人生やり直してみませんか。リライフ、それは1年限定で高校生に戻り人生をやり直す実験。そこ私の席なんですけど。あ、すみません。どんな言葉。これは違うんです、あのいつもの癖です。いつもの。二度目の17歳、想定外の出会いが彼の運命を変えていく。友達になってくれませんか。変わりたいんです。友達ゼロからなんとか一歩踏み出したいから。桜舞い散る中に。春になったら俺みんなの前から消えるんだよな。みんなの記憶もなくなるんだよな。その通りです。リライフの後、彼が歩む新たな未来とは。みんな元気で。リライフ。